元、久留米のふるさと大使を務める女優、田中玲奈、34、が15日、キラリ久留米デー、としてヤフオクドームで行われたオープン戦、ソフトバンク中日戦の始球式に登場した。背番号、07、玲奈、のユニフォームを身にまとい、黒のミニスカート姿で美脚を披露した。振りかぶって投げたボールはワンバウンド気味だったが、本人は、ストライクと書いといてください、と笑顔で大役を振り返った。試合前に行われたソフトバンクと久留米市の包括連携協定締結式にも出席した田中は、同じ1980年生まれの松坂大輔投手に、世界で活躍された松坂選手が入団されて、福岡出身者として嬉しく思います、とエールを送った。ああ、元モーニング娘の。この写真は、わらわら。ねえちょんなの？ダブルほんと？なんだババアの肩の田中玲奈か。おばちゃんなのにキモい。中国人っぽい。もっと年相応の衣装着ろよ。惜しくもノーパンならず。予想外だな。かわいいやりたい。代表作がなっちゃんの組むの人だな。34歳か。その通り。かわいいな。モーニング娘。の時はもっと可愛かったのに。猫娘はハマり役だろ。なんなんだろう。このミニスカート。露出度の割にセクシーじゃない。何を目指したんだかわからん。頑張っていきまっしょい。ナイス太もも。可愛い子が、走り方が変だったり、クロールがブサイクだったりすると、残念。この投げ方、残念。女投げだな。外国人の方かな？気持ち悪いバカちょん女だ。この人の徒歩7分よかった。ダメ人間役が上手すぎて。まだいける。かわいそうな童貞はここでも見てろ。あのなっちゃんも、もう35か。最後までご視聴いただきありがとうございます。随時更新していきますので、よかったらチャンネル登録お願いします。また、次の動画でお会いしましょう。